はい。どうも、皆さん、こんにちは。こんばんは。GK です。今日なんですけれども、今日は、9月20日金曜日の更新予想をやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい。ということで、えー、パネストがね、20日に終わりまして、20日にまたね、更新が来るわけですが、まあ、いよいよね、シーズン更新の手前まで来てるのかなという可能性がね、まあ、ありますということで、 まあ前半戦シーズンフォーカストプレイヤーが締めみたいに見えるところもあってね。まあ、なおさらね、この可能性というのはちょっと上がったんじゃないかなと思いますけど、まあそうなるとね、まあ前半シーズンを締めるようなイベントになってきてもおかしくない時期になってきてます。ということで、まあイベントは何が来るのかというところもね、一つ注目なんですが、 まあ特にね、縛り、日数縛りとかも特にまあなさそうなので、まあ一週間の可能性もあれば3日とか4日とか、まあむしろ、もしかしたら5日とか、で区切っていく可能性、まあどこでもあり得るかなというところで、まあ結構自由が利くんでね、何が来るのか、まあ楽しみだなというところで、ここをね、まあしっかりお話できたらなというところと、あとですね、ガチャですね。まあちょうどエクスペのガチャが終わりまして、まあ今出てる前半戦シーズンフォーカスドプレイヤー、プラスアルファのところね、 で、何か出るんじゃないかなと。まあ、普通だったらここね、まあ、ストライカーピックした最後の、ねまあ、チャンスガチャみたいになりがちなんですけど、まあ、それだけじゃなく、まあ、やっぱりアマテラスさえ手前とかね、まあ、シーズン更新手前というところを意識したガチャとかがね、まあ、登場するかもしれないので、まあ、ここもちょっとね、注目度は高いんじゃないかなということで、ガチャの話とかもね、まあ、追加でできたらなと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、9月20日のね、更新注目ポイントをまとめていきましょう。こちらです。 はい、ここまず1はイベントについて、2位ガチャについてということで、2本立てで今日はね、お送りしたいと思います。まあ、それぞれ結構ね、お話しすることがあるかなと。まあ、お話しすることとか、ちょっと予想が難しいタイミングでもあるんでね、まあ、そういったところの思考とかを、まあ、ちょっと話していけたらなと思います。ということで、じゃあ、イベントについてのお話からね、ここからやっていきたいんですが、まあ、次の限定更新日に関してね、フォーカス当てるんだったら30日なんですよね。うん、ストライカー終わるのがね。 まあただシーズン更新がまあもうちょっと手前に来るかなという感じもしますけど、まあただ一応ね、まあ30日は絶対更新日なので、まあここにね、まあフォーカス当てると、まあまあ20日なんで、まだ10日ぐらい余裕あるかなっていう感じですね。はい。ということで、まあ結構ね、ここ自由にね、イベントが選べる、選べるっていうか開催しようと思えば開催できるタイミングになってますので、まあ日数縛りとかもね、まあ特になく、まあある程度候補がね、まあ乱立するような、 タイミングとなってますのでここからね、しっかり絞って、回、まあ、当てていきたいなと思うわけですが、さあ、ここからね、まあ、絞るにあたって、まあ、結構ね、候補が多いってい話をしましたが、何かしらね、参考にして、まあ、そうね、あの、考えないといけないんですけど、まあ、限定更新がね、30日とはいえどですよ。 まあ、さっき言った限定、あ、限定じゃない、えー、シーズン更新。まあ、限定更新は30日なんですけど、その前に来るんじゃないかなという話をね、さっきしましたけど、じゃあ具体的にはいつぐらいになりそうかなという話もちょっとしときたいなと思うんですけど、まあ、今ね、来てます。ジクラ祭りの開催の無料ガチャがありますけど、これが、まあ、次ね、20日この更新日に来るのと、やはり最大4週来るので、3週目が次27日になると思うんですよね。 で、もしね、まあレギュラー更新があるんだとしたら、ここは合わせてくると思うんですよね。なんでかというと、次30日が更新で、30日にはね、合わせてこないと思うんですよね。ということは、まあさすがに27日何かしらには被ってくるだろうと。で、何が来るってなったら、もうシーズン更新ぐらいしかないですよね。うん。ということで、まあ多分ですけど、27日がもうシーズン更新というのは、だいぶこのね、祭りの無料ガチャの開催期間から絞られてくるので、 ま、27日まで、27日に何かしら更新があるとすると、じゃあ、まあ、10日間って言いましたけど、まあ、27日までに絞って、まあ、同じく金曜日なので1週間ですよね。だからこの、ま、20から27の間の1週間に何のイベが来るのかというところをしっかり読んでいかないといけないのと、ま、あここ1週間でね、来てもおかしくないし、27日までというね、可能性もあるし、ま、あ3日4日とかで刻んでもいいし、逆に4日3日でもいいと思うし、5日2日のパターンもあるかもしれないからね。ま、あということで、結局絞れてないというね。 <laughs> 結局あんま変わんないですよね、状況はね。はい。ということ。まあ、ただ、ただ一応ね、まあ、こういったところが控えてるんだろうなと。まあ、言ったら、ここに向かっての、まあ、イベントの締め方っていうのを、まあ、上さんがどうしてくるかっていうのをね、思考的にちょっと読まないといけないですよね。うん。ということで、じゃあ、ここからね、絞っていくとなると、まあ、個人的には、濃い候補に上がってくるところとしては、まあ、ビクロか、まあ、ディチャレか、 一平君を探せ。まあ、ここら辺かなと思うんですが、これもね、どれでもあり得るんですよね。実際絞れるかって言われると、まあ、論理的にね、ここから絞っていくのは、個人的には、まあ、難しいんじゃないかなと。うん。っていうのも、まあ、もしかしたら、そのシーズン更新が迫ってるから、もう一回ぐらい、グローリードロップ率アップしてくれてもおかしくないんですが、ただ、もう前半に結構がっつりやっちゃってるんで、まあ、ここもやるかって言われると、 まあ、そういう意味ではちょっとね、アディチャレとか、こういうビッ、あの、まあ、一平君もまあ一応絡んでるんですけど、チャレマ絡みのイベントっていうのは、ちょっとね、来なさそうな雰囲気は感じるんですよね。だから個人的には、まあ、この中で言うとビクローがちょっと優勢ではあるんですけど、イベント開催期間の空き方からしたら、まあ、一平君を探せが結構空いてるような気がするので、まあ、アディチャレも結構空いてるんですけど、 んまあ、うんね、ね結局、まあ、その、まあ、期間の話とかもそうですけど、どことってもこの3つのイベントある程度可能性がね、平等にありそうなんですよね。まあ、普通に一平君1週間とかでもあり得なくはないしね。まあ、一平君を開催するにしても、まあ、そもそも4日なのか5日なのか、まあ、7日なのか、みたいな、期日の問題とかもちょっとありますしね。うん。今のところイベント数数数えると、えー、まあ、 そうね、ライブが3日で終わってユニコレ来て、で、まあ、クラちゃん始まって、で、えー、今ね、イベントパネスト始まってるわけですよ。で、普通のイベントが今ユニコレぐらいしか今開催ないので、個人的には、んまあ、ここ2つありそうな気がするんですけどね、だいたい月、いや、3ぐらいはね、あると思うんですよね。なので、まあ、月2で終わるとは思わないので、まあ、 どうかなって、そこまでね。うん。まあ、だからまあ、一週間でイベント潰すものが来るのかって言われると、そうじゃなくて、何かと何かでここね、あの、乗り切ってくるんじゃないかなと思うと、まあ、一週間のイベントっていうのは個人的にはないんじゃないかなと思いました。イベント開催数に関してはね。うん。ここ一週間にすると、ユニコレットプラス、まあ、一平君ぐらいしかないのかな。一平君で、あとは、その他ね、まあ、ね、ランイブ二つ。 ちゃんとかちょっと少ないような気がするんでね。ここは2個刻みで、ま真ん中刻みで来るだろうと思うと、当然ビクロアディチャレもあるし、アディチャレビクロもあるし、一平君を4日とかにしてのまあ残りアディチャレビクロとかも全然あるんですけど、個人的にはまこれ以上は勘でしかないんですけど、ま一応明日の予想を出しておくと、個人的に明日からの予想は一平君を探せ24日までじゃないかなと予想したいなと思います。 ま、ここで一旦刻んで、まあ、24から27まあ、で24にシーズン更新告知も一緒に来るみたいな。で、27まで、えー、ビッグローカーディチャレが来て、で、シーズン更新みたいな流れが、まあ、自然かなと思いました。イベント数に関して言ってもね。まあ、ちょっと一週間でもね、おかしくないんですけど、ま、あそうなるとちょっと少ないのかなと、うん、いうところと、あと個人的には、 ま、一週間一平君やるんだったらもう一個やっぱイベン,イベント出してほしいなと。ユニコレと一平君だけで1ヶ月でちょっと悲しいので、少ないのでね。うん。まあ、そこもちょっと自分の願望も入ってますけど。まあ、とりあえずでも一平君はなんか来そうだなというところで、まあ、24日まで刻んでどうなるかというところでね。まあ、楽しみに見たいなと思いますね。はい。ということで、まあ、ちょっとね、イベント絞らな、絞れないので、で、開催期間も結構各自空いてるんでね。 まあそういった意味ではね、まあ、ここ一週間で丸々潰すんじゃなくて、まあ、少なくとも何かと何かのセットじゃないかなというところまでは予想していきたいなと、しておきたいなと思います。で、その中でまあ、可能性あるのは一平君ということで、まあ、一平君に一応最後まで絞りましたけど、まあ、一応この3つだったら何来てもおかしくないなという感じがするので、 なんなら、ブライタビでも絶対ないとは言えないですけどね。はい。ということで、えー、ぜひね、まあ、参考にするなら一平君を探せ。まあ、今回参考にしてほしいのは、まあ、おそらく一週間じゃなくて、どっか区切るだろうなっていうぐらいかな。で、区切りどこが23か24か。まあ、24かな。うん、23だったら、だってあれもね、祝日だもんね。多分24までのイベントだと思うんで、まあ、そういう意味では、うん、まあ、そうね。まあ、一平君とか、ディチャレよりは、まあ、一平君じゃないかなと、うん、思う、思いますので、はい。 参考にしししてくくださいいよろしくお願いしますでは続きましてガチャについてのお話をねさせていただきたいんですが、まあ、シーズン更新がね、まあ、控えてるんじゃないかとかアマテラス杯が控えてるんじゃないかとかまあこのタイミングにねまあ、期待してる人もね結構いるんじゃないかなと思いますまあアマテラス杯前といえばねまあ、大体戦力強化に飛んだガチャが来たりとかしますしシーズン更新前というところを意識するんだったらもしかしたらなんか復刻の結構強いガチャが まあ来たりするかもしれないんでね。うん。まあそういったところに期待している人もね。まあ数いるんじゃないかなと思いますが。さあ、ここね、何が来るかなというところで、まあお話をね、していきたいのですが。まあ、ここね、どっちをまあ意識したガチャが来るかというよりは、どっちもの可能性もあるんですよね。うん。まあ27更新としても、まあ2個ぐらいね、ガチャが来る可能性も全然ありますしね。となると、まあ、そうね。最初に、 まあ、例えば20日から27日までの期間に来るんだったら前半シーズンの、まあ、復刻とかの可能性もあるし、20、まあ27からじゃなくてもいいんですけど、24からとかでもいいんですけど、ここだったらなんかアマテラスのちょっと意識したようなガチャとかが来ると考えると、まあそれぞれにちょっと分けてお話をしていきたいんですけど、まずアマテラス杯を意識するガチャなら、 まあ優勝限定の可能性もありますけど、センス系とか、もしくはソックスガチャとか。まあセンス系は優勝限定の可能性あるかな。でソックスはね、まあチーム強化ガチャとか、うん、だったら、まあ、普通に弾けるだろうね。<laughs> 優勝じゃないと思います。で、ただもう一つちょっと気になるのが、あの、シーズン更新またぐようなガチャになるんだったら、うーん、まあ、そうね。 ま静岡市またぐようなガチャがそもそも出るのかどうかっていうところは怪しいですけどね。これを、そもそも27から、まあ、来る可能性もあるんですけど、アマテラスイ意識したガチャって。なんなら30日、まあでも30日更新だもんな。まあ、来るなら27からの可能性もあるんですけど、まあ、優勝系のセンスとか、まあ、ソックスが。まあ、チーム強化ガチャだからちょっと出しにくいかもね。チーム強化ガチャ出るんだったら、20日からの可能性全然ありますね。20日から27日とか。で、 可能性あるかもしれません。まあ、シーズン更新手前っていうのもあるので、も、ま、う、あ、お気に入りクラブ券配る意味はね、まああると思うんで、まあそこになぞらえてくる可能性もあるんでね、まあシーズン更新も意識して、アマテラスも意識するんだったら、まあこれは結構持ってこいなガチャだと思うので、20日から開催ね、まあぜ全然あると思います。で、優勝限定のやつは更新してからかもしれないね、27からとか。 うん、の可能性の方が高いんじゃないかなと思いますけど。まあでも可能性は全然あると思うんでね。まあここら辺が、まあせ、まあ、なんていうかな、自分のチーム強くするガチャだったらこういったガチャがそろそろ来るんじゃないかなと。まあチーム強化ガチャもね、だいぶ空いてるからね。うん、そろそろ来ていいんじゃないかなと思いますけど。まあ来るには絶好なタイミングだと思いますけどね。はい。ということで、まあこういったところの可能性は十分にあるんじゃないかなと思います。で、あと復刻ね。まあここを意識するならタイムスリップもないとは言えないしね。残りの期間ね。 で、昨シーズンオフに登場したオールスターガチャ風なやつね。の前半シーズンバージョンみたいなものが出たりとか。うん。まあそういう可能性もあるのかなと。で、そんなに重たくないガチャだったら、まあダブルリトライの結構復刻強めのガチャとか、まあ全体復刻 <laughs> ガチャとかあるかもしんないからね。去年確かね、フォーカスめっちゃ復刻してた時あったよね、一時期ね。あんなガチャ来たりとかね。まあちょっとだからいつもより豪華なダブルリトライガチャとかはあるかもしんないね。うん。まあというところが候補になってくるでしょうかね。はい。 まあ一応タイムスリップの復刻とかだったら、まあタイムスリップ、まあそうね、限定はちょっと関係があるんで、タイムスリップだったら、まあそんなにシーズン更新関係なかったりするんでね、ある程度の期間、まあもしかしたらアマテラス期間入ってもやってるかもしれないんですけど、まあそういったところでね、まあやりやすいガチャでもあるんで、まあタイムスリップの復刻とかももしかしたら、あるかもしれないね。うん。ただまあ今年の選手が狙えるかどうかちょっと別の話だと思いますけど、まあどうかなというところで、まあ復刻とかあるんだったらそこの可能性もね、十分にあるかなと思います。 はい。ということで、まあ、いろんなガチャの可能性がね、ここは当然ありますし、まあ、シーズンまたぎとかがちょっと入ってきてるので、それに影響しないガチャとかね、期間によっては、まあ、そういったのが選ばれたりもすると思いますので、ここもちょっとね、いつもより難しいし、いろんな可能性組まないといけないので、まあ、この辺さんがどの可能性を組んでくるのかちょっとわからないんですけど、まあ、いずれにしても何かしら意図のある、まあ、ガチャが来るのは、まあ、ほぼほぼ間違いないんじゃないかなと思いますので、まあ、どこを意識されるのか、もしくはどっちとも意識するんだったら先にまあ、 今シーズンの締めのガチャ出して、そのね、シーズン更新直後とかにアマテラス意識したガチャとかね、まあ両方出てくる可能性もありますので、まあここは結構ね、ガチャ期間としては、まあ、期待していいんじゃないかなと思いますね。はい。で、まあいずれにしてもね、まあ何が来ても、まあある程度熱いタイミングのガチャ開催にはなると思いますので、まあ補強とかね、まあ狙うんだったら少なくともまあチャンス期間になりそうなので、まあぜひね、ここで勝負いくという人はぜひね、しっかりと狙っていってください。 はい。ということで、えー、本日はね、9月20日の更新予想ということで、ガチャとかね、イベントの話をやっていきました。まあちょっとね、絞り切れるかって言われると、まあ絞り切るにはもうほぼほぼなんかもう運が全然絡んでくるような絞り方しかできないんですけど、まあ手ぐらいね、まあいろいろなものが控えてるんでね、シーズン更新もそうだし、アマテラス祭も控えてるので、まあどっちもちょっと考えないといけないんだろうなと。 いうことが、あのー、まあ、やっぱりね、絡んでくると、これだけのことが絡んでくると、まあ、なかなかこれっていうのはね、絞りにくいですけど、まあ、いずれにしてもこういった可能性があるなというところを組んで、まあ、皆さんもね、備えて、まあ、準備していただければなと思います。まあ、少なくともね、期待できるタイミングであると思いますので、まあ、結構チャンスはね、あるんじゃないかなと思います。ということで、9月20日金曜日の更新予想は以上となります。ご視聴ありがとうございました。ここまします。バイバイ。